千葉ロッテマリーンズは2005年以降に一度のリーグ優勝、2度の日本一で輝きながらもいまいち波に乗り切れていませんでしたが、そんなロッテを上昇軍団に変貌させるべく、現役時代には3度の日本一と2度の世界一を経験した優勝請負人井口忠人が2018年シーズンより新たに監督に就任しました。その周囲の期待に応えるかのように、井口は才能あふれる新人の発掘育成や積極的な若手起用などの大改革を断行し、ロッテを勝てるチームへと変貌させたのです。よって今回は監督井口がチームの大改革を進めていた2018年から22年のロッテを振り返りたいと思います。就任中は惜しくも優勝という最高の結果は得られませんでしたが、井口がロッテに残した功績を知ることができる内容となっていますので、歴史の1ページを振り返る準備ができた方はご一緒にどうぞ。2017年シーズン、つまり井口が監督に就任する前年のロッテは、打撃陣も投手陣もまさに崩壊状態でした。当時ロッテの監督を務めていた井口勤は、過去4年間で3度チームをクライマックスシリーズ進出に導いていますが、いずれも肝心なところで勝ちきれず日本シリーズ進出を逃しています。おそらくこのうち1度でも CS 制覇や日本一を勝ち取っていれば結果も少しは変わっていたかもしれませんが、17年のロッテは開幕早々から絶不調。前年オフにチームを去ったデスパイネの代わりに獲得した新外国人は大幅外れで、それに引きずられるかのように他のレギュラー野手陣も揃って打撃不振に陥り、開幕から45試合目までのチーム打率は1割台にまで落ち込みます。こうなると頼りは投手陣になるわけですが、その柱であり前年には最優秀防御率を獲得した石川歩が開幕6戦6敗を喫するなど大乱調で、4月のチーム防御率も5点台、こんな状態でチームが勝てるわけもなく、5月頭に最下位へ転落すると、最後までそこから抜け出すことができず、球団史上最悪となるシーズン87敗を喫した伊藤監督はその責任を負って辞任します。振り返ってみると、キャッチャー出身である伊藤監督は2012年オフの就任時、日本一を勝ち取れるチームを作る、あれさは不要、守り勝つ野球をやりたいと守備力向上で日本一を目指していく意気込みを語っていましたが、結果を言ってしまえば17年のロッテはチーム打率、得点、ホームラン、防御率が全てパリーグ最下位と、打てない、守れない、勝てないチームになっていたのでした。 NPB の監督という仕事は結果が出ればファンから知性だ名称だと持ち上げられますが、たとえチーム状態が最悪であろうと、結果が伴わなければ無能な監督だとたちまち叩かれてしまう非常に因果な商売です。正直17年オフ時点のチーム状態で監督を引き受けるのは、野球人としてのキャリアや実績に傷がつきかねない貧乏くじだったため、人生はかなり難航したようですが、ロッテの経営陣はこの年引退した井口に白羽の矢を立てたのです。井口といえば97年に当時のダイエーに入団すると、8年間活躍した後 MLB に挑戦し、日本球界に復帰してからはロッテで9年間プレーし、引退するまでに日本一も経験した。勝つことだけではなくロッテのチーム事情まで知り尽くしている男ですよね。そんな井口は投打ともに最悪の状態に陥り、勝つことを忘れ始めていたチームの改革を委ねるには最高の人選だと言えますが、実のところ MLB 経験者が NPB の一軍監督に就任したのはこの時の井口が初めて。今でこそ楽天で一時は GM まで兼任していた石井和久や、ヤクルトをセリーグ連覇に導いた高津慎吾、さらに今まさに日本ハムのチーム改革を進めている最中といえる新庄剛志と MLB でプレーした監督が続々と誕生していますが、当時は井口が現役を引退したばかりだったこともあり、異例の人選だと大きな話題になりました。そんな中、監督に就任した井口は早速チーム改革に着手し、7年ものコーチを解任した代わりに、大英時代のチームメイトだった鳥越雄介やロッテでも共にプレーした的場直樹らを招くなど、首脳陣の大幅な入れ替えを敢行。また昨シーズン崩壊した投手陣の中で唯一機能したと言っていいチャン・グアンユを除く全外国人選手を解雇し、投手3名野手2名の新外国人選手を獲得しました。こうしてスタートを切った18年シーズン前半は、井口が現役時代から目をつけていた井上誠也やドラフト3位で入団したルーキーの藤岡雄大といった若手野手陣が井口の積極的な起用に応えて活躍。特に憧れの存在だった井口からチーム作りの中心選手と位置づけられたことに発奮したプロ入り5年目の中村翔吾はシーズンを通して好調を維持し、3割に近い打率とリーグ2位となる39盗塁という成績を残すと、セカンドとしてもリーグトップとなる守備率9割9分3厘でゴールデングラブ賞を受賞するなど大ブレイクを果たしました。また昨シーズンは全く計算できなかった先発陣も、新加入のマイク・ボルシンガーが外国人投手最多タイとなる11連勝をマークしたほか、17年は25試合に先発して5勝11敗、防御率 3.99 と不本意な成績に終わっていた涌井秀明やエースと目されながらも3勝11敗、防御率 5.09 とチーム崩壊の一因を作った石川が機能した結果、前半戦はリーグ5位ながら40勝38敗2分けと貯金を作って折り返します。しかし後半戦に入るとリードオフマンとして
して7試合連続マルチ安打を記録するなど好調をキープし、自身初のオールスターにも選出されていた荻野貴司が7月9日の西武戦で右手を骨折したことでシーズン投手復帰できず、絶好調だったボルシンガーと石川も登板中の違和感などで離脱。ここ数年の低迷でチーム力の底上げができず、選手層も厚いとは言えないロッテに離脱した主力の穴を埋めるだけの力はなく、そのままずるずる成績を落とすと、最終的にはパ・リーグ全5球団に負け越し、59勝81敗3分け勝率4割2分1厘の5位という成績でシーズンを終えることとなります。ただ足に関しては好不調などないと、スピードのある若手選手を積極的に起用した結果、チーム盗塁数が17年シーズンの78から124へと飛躍的にアップしたほか、チーム防御率もまだまだ自慢できるほどではないにせよ、昨年の 4.22 から4.04 へと向上。いかんせんチーム打率2割4分7厘、ホームラン78本と頻打にあえいだため、せっかくの盗塁が得点そして勝利には結びつきませんでしたが、ホームランの出にくいゾゾマリンスタジアムの特性を考慮し、機動力の向上を目指した井口のチーム改革は形になりつつありました。そして何より期待に応えたロッテの中心選手にまで成長した中村をはじめ、4番に定着し24ホーマーを放った井上や、ショートのレギュラーポジションをつかみ規定打席に到達したルーキー藤岡など若手選手が台頭したことこそ、井口ロッテ1年目における最大の成果だと言えるのではないでしょうか。こうした1年目の成果に手応えを感じたのか、それともあらかじめ計画していたかは定かではありませんが、ロッテの経営陣と井口はオフになるとすぐに次のシーズンに向けて動き出します。まず補強では、昨年楽天から戦力外通告を受けるも現役続行を表明していたベテランの細川徹と、日本ハム在籍時の16年にはホームラン王に輝いたこともあるブランドン・レアードを獲得。さらに MLB での出場経験を持つ2人の外国人投手を加え、目玉として広島から FA 宣言した丸佳浩を獲得することでチーム力の大幅な底上げを狙いましたが、残念ながら巨人との争奪戦に敗れたため丸の獲得には至りませんでした。また現役時代の井口をはじめとする10人が2桁ホームランをマークし、クライマックスシリーズを勝ち進み日本一となった2010年以来、一度もチームホームラン数が3桁に到達していない慢性的な長打力不足を解消すべく、 ZOZO マリンスタジアムにホームランラグーンを新設。ホームランラグーンはかつて甲子園球場に存在したラッキーゾーンと同じようなもので、外野フェンスが最大で4メートル前方に移動したことにより、以前と比べてホームランが出やすい球場となりました。このように万全というわけにはいかないものの、バッテリー陣の経験不足や長打力の欠如という長年の課題を人的補強や球場改装などで補った井口ロッテは、19年シーズン開幕戦を3本のホームランなどで解消すると、5月中盤には2位へ浮上するなど、まずまずの滑り出しを切ります。その後順位を落とすも、なんとか上位に食らいつき、9月9日に行われたソフトバンク戦では、4回に先発の二木がグラシアルにデッドボールを与えた際、グラシアルがスイングしていたように見えたため、常に冷静な態度で試合の行方を見守っている井口が珍しくベンチを飛び出し判定に抗議したところ、選手時代を通じても初となる退場処分を受けるという場面も。この時井口はスイングしていたかどうかに加え、デッドボールが実際に当たっていたのかということにも疑問があり、後に当時の心境を、これ以上話すと警告になりますよと言われて、その後にデッドボールかどうかリクエストしようかなと思ったところで退場だった、選手も死ぬ気で頑張ってるのでしっかり判定してもらわないとと振り返るなど、勝利への執念を覗かせていました。ちなみにこの判断について島田球審は、ハーフスイングは審判の判断が最終判断、それに対してベンチから出た時点で警告なんです、審判に近づいたら退場、やり取りとかではなくそのルールを適用しましたと退場処分を下した経緯を説明しています。こうしてチームは最終盤まで熾烈なクライマックスシリーズ争いを繰り広げますが、9月24日の西武とのシーズン最終戦に敗れたことであと一歩及ばず、69勝70敗4分け勝率4割9分6厘とわずかに負け越したロッテは、楽天と2ゲーム差の4位でシーズンを終えたのでした。そんな大敗を喫した試合後のセレモニーで、井口は今日の試合力不足ですと、3年ぶりのCS 進出を逃し悔しさをにじませながらも、今年は5割の壁に何度も跳ね返され、その中で選手は一歩ずつですが成長してきたと思いますと、確かなチーム力の向上を口にしています。このシーズン結果だけ見ると3年連続となる B クラスでしたが、ホームランラグーン増設やレアード加入の効果でチームホームラン数はリーグワーストだった昨年の78本からパリーグ3位となる158本へ倍増し、チームの総得点も534から642へと108も増加。またシーズン途中の7月中旬に獲得したキューバ人アメリカ人メジャーリーガーレオネス・マーティンが52試合で14ホーマーという長打力を発揮したことも、ロッテが後半戦 CS 争いに踏みとどまれた原動力となりました。ただ投手陣に目を向けると、当然ホームランラグーンの恩恵は相手チームも受けるため、非ホームラン数も129本から143本へ増えていますが、チーム防御率は 4.04 から 3.90 へ改善し、失点も減少しているため、2桁勝利投手がいない厳しい台所事情の中でなんとか踏ん張ったと評価できるでしょう。しかし井口の大改革によって一定の
成果が出た一方で、頂点を極めるには明らかに足りない点も浮き彫りになります。それはこいつが投げる日は勝てる、いや勝たなければならないとチーム全体に感じさせるような絶対的エースの存在です。選手として何度も頂点を極めてきた井口にはそれが嫌というほど分かっていたようで、19年オフのドラフト会議では他球団との競合を覚悟の上、令和の怪物と評された最速163キロ右腕佐々木朗希の1位指名を強行。競合した相手は日本ハム、楽天、西武と将来のエース候補の佐々木を絶対に取られるわけにはいかない同リーグのライバルたち。そんな中でロッテの未来を左右するともいえるくじ引きに挑んだ井口は、見事に交渉権確定と記された当たりを引き当てガッツポーズ。興奮冷めやらぬ中、カメラの向こう側にいる佐々木に対し、千葉を一緒に盛り上げていきましょうと熱いエールを送ると、佐々木もしっかりと目標を立てて、一つずつ目標をクリアし成長して、最後は日本一の投手に、チームを優勝に導けるような投手になりますと今後の活躍を力強く宣言しました。そんな佐々木は MLB への移籍を取り沙汰され話題となっていましたが、佐々木の入団によってロッテの観客動員数が伸び、選手たちに少なからず刺激を与えたのは確かでしょうね。この大成功に終わったドラフト以外でも、井口ロッテは積極的な補強に動き、チームの顔へと成長した荻野や井口のアドバイスによって復調し、19年シーズンは守護神として4勝5敗12ホールド27セーブ防御率 2.15 と好成績を収めた増田直也は FA 権を行使せずチームに残留。一方で昨シーズン打率2割8分8厘15ホーマー68打点と活躍した鈴木大地は楽天に FA 移籍したものの、その楽天から先発の柱として期待できる三馬学と井口の古巣であるソフトバンクから俊足高打のユーティリティ福田周平を共に FA で獲得します。さらに FA 移籍した鈴木の人的保障として、球質の重いマックス157キロの直球が魅力である小野文也やセットアッパーとして活躍するも、チーム事情により自由契約となっていたフランク・ハーマンが加入するなど、ロッテと楽天との間で合計7選手が大移動。また16年と17年は中継ぎとしてフル回転し、広島の連覇に大きく貢献するも、18年の不調で退団していたジェイ・ジャクソンや17年に2000本安打を記録しているレジェンドながら、19年を最後に長年プレーした阪神を退団し現役続行を模索していた鳥谷隆といった優勝経験のある実績豊かな選手も受け入れ、チームの意識改革を図ります。こうして将来性のあるルーキー、即戦力として期待できる中堅と助っ人外国人選手、そして勝つことを知り尽くしたベテランと全方位的な補強に成功した井口ロッテは、近年稀に見る万全の体制で3年目のシーズンへと挑むことになったのでした。しかしながら2020年シーズン開幕を前に、新型コロナウイルスの世界的大流行を受け、3月20日に予定していたプロ野球の開幕延期が決定。当初は4月24日開幕を目指していましたが、コロナの猛威がなかなか収まらず、交流戦やオールスターなどを中止した上で、セパともに6月19日に無観客として20年の公式戦はスタートしました。3年目のスタートをコロナのパンデミックという異常事態で出花をくじかれた井口ロッテでしたが、ソフトバンクとの開幕カードでは初戦こそさよなら負けを喫するも、2戦目と3戦目に連勝して勝ち越し、日程がずれ込んだ影響で NPB 史上初の同一カード6連戦となった続くオリックス戦では、4度の1点差ゲームをものにしたロッテが、これまた NPB 初となる同一カード6連勝のスイープを達成し、開幕2戦目から8連勝で最高の開幕ラッシュを決めます。ここで昨年オフに加入したばかりのジャクソンが大麻所持容疑で逮捕されるトラブルが発生するも、井口をはじめとする首脳陣が増田や唐川などの生え抜きと小野やハーマンなどの移籍組をうまく調和させ、適材適所かつ連投を避けるよう徹底して投手管理をしたことが功を奏し、中盤以降もロッテは好位置をキープ。さらにリリーフ陣の息切れを予想したのか、シーズンも終盤に差し掛かった9月7日、巨人との大型トレードで沢村博一を獲得。その翌日の8日に自分用のユニフォームが間に合わず、打撃投手のユニフォームを借りて移籍後初登板した沢村は、3者連続三振の1回無失点に抑える衝撃的なデビューを飾ると、以降この年終盤戦のロッテブルペンを支える貴重な戦力となっていきます。さらに21日には2009年に在籍していた中日で最優秀防御率を獲得し、12年には MLB に挑戦し活躍したチェン・ウェイと契約するなど、優勝に向けた緊急補強にも抜かりがありませんでした。こうした中、首位を走る強豪ソフトバンクとの戦力差はありましたが、井口の強烈なリーダーシップと緊急補強の効果もあって、9月終了時点で首位とゲーム差なしの2位と CS 進出はおろか、2005年以来15年ぶりとなるシーズン1位通過も射程圏内に。しかしここに来てついにコロナの猛威がロッテにも襲いかかってきます。10月4日、ここまで先発ローテーションの一角として活躍していたプロ6年目の右腕岩下大輝とチームスタッフ1名がコロナに感染したことが判明。それを受けて選手、監督、コーチはもちろん、ロッテの球団関係者全員に PCR 検査を実施した結果、鳥谷、荻野、角中、清田、菅野、藤岡、三木の7選手およびコーチやスタッフを含めた計11人がコロナの陽性判定を受けたのです。その結果、岩下の濃厚接触者に指定された4選手を合わせ全員が1軍登録を抹消され、代わりに2軍選手からコロナ感染の疑いのない12選手が感染拡大防止特例2020に基づいて出場選手登録されるという異常事態が発生しました。それでもなんとか食らいつい
いていましたが、首位ソフトバンクが10月10日から22日まで12連勝をマークしたのに対し、ロッテはこの期間2勝8敗2つの中止と振るわず引き離されると、27日のソフトバンク戦で敗れ、目の前で優勝を決められてしまったのでした。その後一時は西武にまくられ3位に転落し、例年と異なり2位までとなっていた CS 進出すら危うい状況に陥りましたが、8日の西武との直接対決でコロナ禍の発端となった岩下が好投し、打線も大量8点を奪って勝利、2007年以来となる2位でのクライマックスシリーズ進出を決めたのです。この年の CS はコロナ感染拡大の影響により、セリーグでは開催自体を全面的に中止し、パリーグではファーストステージを実施せず、レギュラーシーズン1位のチームと2位チームによるワンステージのみとし、試合数も4戦3勝選手制に規模を縮小して開催。つまり2位通過のロッテは1勝のアドバンテージを持つソフトバンクに2敗した時点で敗退決定となるため、11月14日にソフトバンクの本拠地であるペイペイドームで行われた第一戦はロッテにとってどうしても負けられない試合だったのです。そんな中迎えた第一戦、ロッテの先発美馬は1回裏からワンアウト満塁の大ピンチを招きますが、ソフトバンクの栗原がショートへの併殺打に倒れ無得点。一方のロッテは2回表に2アウト1塁の場面で、17年のドラフトにおいて3球団競合の末、井口が見事交渉権を引き当て入団した若き大砲候補の安田尚憲がソフトバンク先発の千賀から2ランホームランを放ち先制します。その後それぞれ1点ずつを加えて迎えた6回裏、美馬がワンアウト2、3塁で降板すると、変わった東条からデスパイネがタイムリー内野安打を放ち1点差。ワンアウト1、3塁とピンチが続く場面で、監督の井口は東条から唐川へと小刻みに投手リレーを行い、迎えたソフトバンク牧原の打席、打球はセカンドゴロのゲッツーコースでしたが、捕球したセカンド中村は1塁ランナーデスパイネをタッチした後1塁に送球するも、ファースト井上が痛恨の捕球ミスを犯し、その隙にサードランナーが生還され、ロッテは同点に追いつかれてしまいます。こうなると20年のパリーグ最優秀中継ぎ投手であるモイネロや、この年32セーブを挙げた守護神森唯斗を擁し、19年のクライマックスシリーズファーストステージ第2戦以降、ポストシーズン10連勝と短期決戦の勝ち方を知るソフトバンクが1枚も2枚も上手。8回裏にソフトバンクは制球の定まらないロッテ5番手の沢村を攻め、西球と1安打で2アウト満塁としたところで、甲斐のタイムリー内安打で勝ち越すと、9回表を森が締めてあえなく試合終了。アドバンテージを含め2勝0敗とソフトバンクに王手をかけられてしまいます。後がないロッテは続く第2戦、初回からソフトバンク先発の東浜を攻め、ワンアウト2、3塁のチャンスを作ると、4番安田のタイムリーツーベースなどで先制しますが、2回裏と4回裏にロッテ先発のチェンウェインが中村から2本のツーランホームランを浴び、あっという間にソフトバンクが逆転。これまでソフトバンクの中継ぎ陣に抑え込まれていたロッテ打線も9回表に森を攻め、ワンアウト満塁のチャンスを作りますが、続く中村翔吾が三振に倒れると、最後は代打の佐藤がセンターフライに打ち取られ、万事休す。実にポストシーズンではソフトバンク7連敗で4年連続となる日本シリーズ進出を決められてしまったのでした。とはいえ優勝を争っていた最も大事な時期にコロナの猛威にさらされ、主力の多くを欠きながら60勝57敗3分けと、井口政権下では初めての勝率5割を超え、1枠減っていた CS にもしっかりと進出できたのは、井口の改革によってロッテに自力がついた証だと言えるのではないでしょうか。そして井口ロッテは栄光を目指してさらなる改革を断行していきます。そんなコロナの脅威に苦しみながらも、4年ぶりの A クラス入りと13年ぶりのレギュラーシーズン2位を果たした井口ロッテでしたが、その立役者といえる沢村やチェン・ウェインといった緊急補強組が相次いでチームを離れ、貴重な中継ぎとして6年間在籍していたチャン・グアンユも家庭の事情で NPB を去り台湾へ帰国。また二遊間を守れる右の大砲として獲得したアデイニ・エチェバリアはコロナの影響で、レアードは前年に受けた腰椎間板ヘルニアの手術からの復帰が遅れ、そして2年連続で開幕投手を務めていた石川は下半身のコンディション不良による調整不足で開幕に間に合わないなど、投打の主力を欠く状態で21年の開幕を迎えます。開幕後はやはり石川、チェン、沢村らの抜けた投手陣がいまいち安定せず、7年ぶりの開幕5連敗を喫するなど開幕ダッシュに失敗しますが、開幕から2試合連続で敗戦投手となった守護神の増田が3試合目の楽天戦から6試合連続無失点をマークするなど復調。また開幕2戦目と3戦目の終盤に登板するも失点し、開幕5連敗の要因を作ったハーマンも以降は10試合連続無失点と立て直し、ここに開幕から12試合連続無失点と1人気を吐いていた唐川が加わり、7回ハーマン、8回唐川、9回増田という勝ちパターンが確立します。いくら守りが安定しても点が取れないことには勝てませんが、打線も出塁率の高い1番沖野、4月29日にパリーグ最速の10号ホームランを記録した2番マーティン、この年からキャプテンとなり名実ともにチームを牽引する存在となった3番中村、4月終了時点でパリーグトップの29打点を挙げていた4番安田という上位打線を固定することに成功。以降の打線も上位ほどの安定感はありませんでしたが、プロ
ロ3年目の若き右の大砲候補である山口浩輝や、4月21日の日ハム戦9回裏2アウト1塁の場面で、球団としては2001年に投手のボーリックが記録して以来20年ぶりとなるサヨナラホームランを放った岡弘美などが日替わりで活躍。このように例年になく投打の歯車が噛み合ったロッテは、開幕5連敗の借金を20試合目で完済するなど、4月末の時点で14勝8敗4分けと大きく勝ち越し、首位楽天と2ゲーム差の3位とまずまずの好位置につけます。5月に入ると3月末に復帰しつつも、調子の上がっていなかった主砲レアードがパリーグトップとなる月間9ホーマーを放つなど打線に厚みが増し、リリーフ陣も月間防御率 2.94 と奮起した結果、5月末の時点でも楽天に代わり首位に立ったソフトバンクと 1.5 ゲーム差の3位。このままの勢いでコロナの影響により2年ぶりの開催となった交流戦へ向かいたいところでしたが、この頃から捕手陣に離脱者が続出し始め、正捕手の田村達弘が肉離れ、2番手捕手の柿沼智也もコロナ感染で相次いで離脱すると、プロ2年目で経験の浅かった佐藤俊也に過度の負担がかかってしまいました。さらに序盤の好スタートを支えた中杉陣からも、パリーグ最多の23ホールドポイントをマークしていた唐川が手術、ハーマンが腰痛で離脱し、勝ちパターンが崩壊すると、先発陣にも調整遅れから復帰したばかりの石川やベテラン三馬など離脱者が相次ぎ、交流戦が終わった時には28勝28敗8分けと貯金を食いつぶし、首位と 3.5 ゲーム差ながら4位に後退。このままずるずると後退していくかと思いきや、ここまで負け試合でしか登板機会がなかったプロ5年目の佐々木千早が抜けたハーマンと唐川の穴を見事に埋め、前半戦は31試合の登板で防御率 1.06 と好成績を残し、チームが優勝争いから脱落するのも食い止めてみせます。また序盤絶好調だった打線も6月に入り湿りがちでしたが、開幕1軍入りするも極度の不振で即登録抹消となっていた高卒3年目の藤原恭太が、4月3日に1軍に再昇格すると、この日の楽天戦に2番センターとしてスタメン出場し、早速マルチ安打。翌4日の楽天戦でも今季初ホームランを含む3安打4出塁でチームの連勝に貢献。その後も藤原は7月の月間打率4割と打ちに打ちまくり、1番荻野と3番中村をつなぐ役割を見事に果たすと、チームも再び勢いづき、7月はオールスターまでの9試合で6勝2敗1分けと大きく勝ち越して、前半戦を37勝34敗12分けで首位と 2.5 ゲーム差の3位で折り返します。そして前半戦終了時、後半戦の躍進と優勝に向けてのチームの課題は、ここまでパリーグトップの384得点、2位のチーム打率2割5分84ホーマーをマークしていた打線に対し、防御率が 4.41 に低迷していた先発陣にあることは明らかでした。オールスターが明けてもその状況に変わりはありませんでしたが、アーマンとカラカーに代わり勝ちパターンに組み込まれていた佐々木と、交流戦後ロッテお得意の緊急補強で獲得した国吉勇気が機能し、月間救援防御率 1.87 とリリーフ陣が安定。打線も再来日の遅れとコロナによる2週間の自主隔離期間の影響により、主砲マーティンを欠きながら、いずれもパリーグトップとなる月間チーム打率2割6分3厘、月間チームホームラン14本をマークするなど好調で、8月を9勝4敗に分けとまたもや勝ち越したロッテは、8月27日には単独2位に浮上します。そして開幕から102試合目となる9月5日の対日本ハム戦、これまた交流戦明けに緊急補強した先発投手のエンニー・ロメロが、今季先発陣最多の127球で7回1失点の好投を見せ、守護神増田が今季30セーブで締めた瞬間、ついにロッテは70年優勝以来の9月単独首位に立ったのです。また途中加入組であるロメロの好投に刺激されたのか、これまで不調だった先発陣が安定し始めますが、それを高いコミュニケーション能力と巧みなリードで牽引した加藤拓磨も、実は交流戦後に中日との交換トレードでロッテにやってきた緊急補強組。昨シーズンに続き緊急補強組が軒並み大活躍したのは、監督である井口の現状把握能力が優れていて、コーチやスコアラースカウト陣といった裏方はもちろん、選手移籍に関する権限を握るフロントや経営陣ともうまく連携が取れていた証だと言えるでしょう。しかし最終盤の10月に入ると、2005年以来16年間シーズン1位を経験していないロッテの選手たちを大きなプレッシャーが襲い始め、レアード、中村、藤岡、マーティンらが不調に陥り、10月の月間打率で2割5分を超えていた主力打者はなんと荻野ただ一人という有様。それでも投手陣の踏ん張りで首位争いに踏みとどまっていたロッテは、10月12日から 2.5 ゲーム差で首位オリックスとの3連戦を迎えると、ここまで10勝を挙げていたプロ入り3年目の小島、佐々木朗希、エース石川の好投で2勝1分けで勝ち越し、2位ながらついにマジック9を点灯させます。70年以来51年ぶりとなる優勝マジック点灯について、井口は、試合数とほぼ変わらないのであまり意識しないですけど、残り10試合良い戦いができるように頑張っていきたいと思いますと、浮かれることなく一戦一戦を大事にしていく気持ちを表明。その言葉通り、オリックスと熾烈な首位争いを続けながらもマジックを減らし、24日の日本ハム戦に勝利した時点でマジック3となりますが、翌25日のソフトバンク戦に7対15で大敗した一方、優勝争うオリックスが4対0で楽天に勝利したため、ロッテは残り3試合で1敗も許されない状況に追い込まれてしまったのです。そして迎えた運命の楽天戦、初回にレアードのタイムリーツーベースで先制してロッテは、先発小島が1失点の好投を見せれば、1対1の同点で迎えた8回裏に、この年中継ぎ
として獅子奮迅の働きを見せていた佐々木がまさかの勝ち越し打を浴び、そのまま試合終了。このようにあと一歩のところで16年ぶりのパリーグ優勝を逃した井口ロッテは2年連続のシーズン2位でクライマックスシリーズに進出すると、佐々木の好投や佐藤のサヨナラヒットなどで3位楽天を1勝1分けで制し、シーズンで惜しくも競り負けたオリックスに接続する機会を得ます。しかし迎えた初戦はオリックスの絶対的エース山本由伸の前に完封負け、2戦目もこまめな継投でロッテ打線が沈黙し2連敗を喫すると、3戦目は最終回に追いつかれあっけなくロッテの CS 敗退が決定しました。井口が監督に就任して以来4年連続でチーム防御率が上昇し、一つでも先に進み点をもぎ取る姿勢が浸透してきた結果、年々勝率が向上し、この年は貯金も10に到達。しかし引き分け19と勝てる試合をものにできなかったことが、文字通りあと一歩のところでパリーグ優勝を逃したポイントだと言えそうですね。こうして寸前で悲劇のリーグ優勝を逃した5年目の井口ロッテはオフにコーチ陣の刷新を行い、3年間一軍投手コーチを務め、チーム防御率アップや中継ぎ陣のやりくりなどで力を発揮した吉井雅人が投手版 GM とでも言うべきピッチングコーディネーターに就任。さらに2軍コーチだった小野慎吾と福浦和也が1軍コーチに昇格し、1軍首脳陣を3名入れ替えるなど中長期的なチーム強化を見据えた新体制を構築します。そんな中始まった22年シーズン、開幕戦を継投で勝利するも、その後は4連敗4連勝とデイリーの激しい滑り出しでしたが、4月10日の対オリックス戦で佐々木が21世紀初、さらに NPB 史上最速にして史上最年少での完全試合を達成。これで一気にチームも上昇気流に乗るかと思いきや、前シーズン打線の中軸を担い2年連続2位の原動力となったレアードとマーティンの両外国人助っ人が大ブレーキとなり、交流戦ではパリーグで唯一勝ち越しとやや盛り返すも、前半戦は A クラスと B クラスの間を行ったり来たり、後半戦になってもチーム状態は全く改善せず、8月は11勝12敗、9月も11勝14敗と負け越した結果、シーズン140試合目終了時点で3シーズンぶりの B クラス転落が早くも決定し、最終的には5位でシーズンを終えます。そして最終戦となったソフトバンク戦後のセレモニーで挨拶に立った井口の口からは、20年に更新した3年契約のラストイヤーとなる来シーズンへの意気込みが語られるとばかり思われていましたが、実際に井口が語ったのは2025マリーンズプロジェクトに向けて突き進んでまいりましたが、半ばではありますが、私は今シーズンで退任させていただき、次の指揮官にバトンを移していきたいと思います、といったまさかの退任宣言でした。ファンはもちろん選手やコーチら球団関係者のほとんどが知らされていなかった突然の辞任発表に、球場内は悲鳴と拍手に包まれる異様な雰囲気となりましたが、井口退任はシーズン最終戦の直前に決まったことでした。当初は契約通り6年目にあたる2023年シーズンも井口が指揮を取るはずでしたが、監督続投の条件としてコーチ陣の大幅刷新、つまりリストラを求められた井口が難色を示し、電撃的な引責辞任を決断したのでした。こうして最終的には辞任という形で、6年目も監督を続けてくれると信じていたファンを裏切ってしまうことになりましたが、投手陣の整備や若手の積極起用によるチーム力を底上げ、そして何より負け癖のついていたロッテを勝ちにこだわるチームに意識改革したことが、5年間の監督生活で井口が残した最大の功績と言えるのではないでしょうか。現在は後を継いだ吉井雅人が指揮官としてチームを引っ張り続けていますので、またかつての下克上もしくは黄金期を築いてくれることに期待しながら、これからもロッテを追いかけていきたいと思います。それでは。